ともえです。 B 伊藤美久です。今どっ向かって逆じゃないこれ右手がこうかで左手はまるでピピーピピーピピー、はい、危ないセーフ。永遠に覚えないよね右と左のこの文字の感じがね分かんなくなっちゃう。お箸を持つ方がひ、お箸がひ、お箸を持つ方がひ、スマホを支える手が丸人によるねこっちは支えない右手で操作しながらこうやってやる。いやもうやんない。あもうやんなかった。ミクにとってじゃその左手は何。左手は強い我が漆黒の大丈夫それ後で後悔しない。私早めに止めてあげるよ優しいから。本当もうちょっといける、うん、あもうちょっといけるって思った。はいはい、ということでなんか、はい、なんか車の中ですけど、いやなんか今までねその結構ちゃんといろいろやろうって思いすぎて、はい、更新があまりできてなかったところがあるんじゃないかなって私思ったんですよ。ほうほう。でも逆に我々の日常を意外とファンの人は見たいんじゃないかなってなって思った思って、なので本当に仕事帰りの普段の我々のあの車移動の中をみんなに見せようかなって今回思いました。おお、レアですね。なので帰宅イエーイまあだからあの変になんか企画があるわけでもなんでもないんですよ本当に。あもうシンプルフリートークです。はい、シンプルな我々のよくやってる車の中のフリートークをします。なんか調子出ないな。いいじゃん、ちょっとまずこの子紹介してあげようよ。あうちの車にずっといる、はい、長年いますねこの子。何年ぐらいいるんだろう。3年4年ぐらいいるかな。でも5年ぐらいいるんじゃない。えそんないる。それこそこれの思い出ありまして、私たちが結成してファーストアルバム出したぐらいじゃない。うん、あ行ったね。そうで、なんかその店舗周りで池袋に行って、うん、でその池袋のゲームセンターでこいつと出会ったんだよね。そうだ。で1回200円ぐらいだったかな。これ普通に100円じゃなかった。100円ぐらいだったかな、うん。でどうしてもこれが欲しくて、でミクと意地になって2人でずっとやって、結果これあの1万円ぐらいそのミニオンで最終的にマネージャーさんとかも、うん、お金出してくれたよね。お金出してくれたり両替わざわざやってくれて、うん、最終的には1万円ぐらいしてるんですよね。結構かかったよね、うん、8000とか9000ぐらいしてる。高級ミニオンって言われてたもんね。そうなの。なのに最近はなんか無限にされていたんですけど、だいたいあの車の下に落ちてるからね。そうポテンってなって。でも今日はなんか萌えさんの膝の上でなんかいいですね。私の膝の上着たいって言ってたからね。あ、ぬいぐるみの言葉わかるタイプだ。あ、そう。あ、ダメだ仲良くなれない仲良くなれません。あ、喋ってる。ダメだ、もっとダメだ人形が喋れるタイプ、人形の気持ちが分かるタイプと人形で喋ってくるタイプはダメ。みくちゃんバナナミニオンとして喋ってるちゃんとミニオンとして喋ってるちゃんとキャラ設定守ってるから。なんかさユニバ行くとさたまにさ日本語聞こえてくるんだよね。あ、そうなの。なんかミニオンってそのなんかオリジナルの言葉でさ、うん、なんか適当に喋ってるけどさ、なんかたまになんかおでんとかなんかその聞き取れるんだよね。あ、そうなの。おでんなんて言うの。なんかね、そんな感じのこと言ってくるのよ。あれ面白い。ユニバ行きたいな。だってミクのユニバの思い出は人生初、最初で最後の思い出。誰と行ったんだっけ。マネージャーさんしかも高橋さんいや、私もそのなんかイベントが大阪であって、その次の日がオフで、だからユニバ行きたいって言ったら、うん、
だけどね、大阪で急に友達がいるわけでもないしさそれ難しいねっていうので、で高橋さんもなんか心配したのか行きたかったのかわかんないけどついていきますって言って日曜日のパパしてくれたんだよね。そうチケット取ってくださって、うん、そう行ったんですよ。お父さんそうでも連れてってもらった。高橋パパ的には早くその思い出を塗り替えてほしいらしいよ。私だって私だってそうしたいです。なんかな数人でわちゃわちゃとなんか女子グループとかでわちゃわちゃなんかいろいろつけてさ行きたいですよ。私もユニバあれやりたいよね。バタービール飲んでここにつけて写真撮るやつやりたいよね。そうなんかお互いなんか何人か数人でさイエーイみたいな感じで撮ったやつ私だってやりたいんですよ。行く機会をね逃し逃し逃してる。今年は行きたいね。萌さん結構行ってるもんね。そうでもね2回よまだ言うて、うん、なんか短期間に2回ぐらい行ってたイメージ。そうあでも1年に1回かな今のところペース的に。すごいよ。でも羨ましい。私まだ1回も行ったことないから生まれて今年は行ったことあるけど生まれてるのね。友達と行ったことないから。行こう。行きたいです。私たち友達じゃん。そうだよ大親友だよねえ。ダメてダメだやっぱ友達になるの全然展開無意に話しかけるやつは友達になれない。無理だダメ。ごめんなさい。深夜4時まで起きてる女はそれはな理由によるかなねえねえどう理由によるかな。友達になってくれる。うんまあ理由聞けば。睡眠障害それは全力で友達になってあげるよあの、ね、私の場合は本当になんかやりたいことが多すぎて起きてるだけだけどね。いやよく起きてられるよね。楽しいからね。その時間がね。よく寝るの早いもんね。いや寝るの早いんですけど最近はやっぱ全然早くないよ。何時くらい？2時とか2時半ぐらい。あでもミクにしては遅いね。3時近くまで起きてる時もありますね。なんかそれこそ仕事とかプライベートでも結構ミクさんと泊まることを何回か経験してるんですけど、本当にね本当に心配なの私ミク。何が？寝方が、うん、おやすみなさいって布団かぶるじゃん、うん、ここから一切動かない本当に私一生ミッフィーの寝方ミッフィーの寝方してるじゃんちゃんとこう持ってね。こうちゃんとこう布団持ったまま一生動かないからしかもなんか寝息もほぼ聞こえてこないからミッフィー大丈夫一回なんか私生存確認したことある話しかけてそう話しかけてもなんか寝息も聞こえないし返答もないからこうやって見に行ったらこうなってたからミッフィーの寝方しとるって思っておもろかった。それは自分では気づけないそうだね、うん、なんなら私さ自分では寝相悪いと思ってたの。ミクが寝相悪かったこと一度もないよと思ってたけど、うん、違ったらしい。いつの間にか固まったように寝るようになってしまったらしい。しかもさなんか同じそのホテルとかだとベッド別々だけどさ昔家とか泊まりに来てるとさ同じベッドで寝るじゃん。うん、だからさ布団もさ同じなわけで、ミクはこうやってミッフィースタイルで寝たいけど、うん、私は結構なんか寝相悪いから、うん、であと暑がりだから、うん、なんか寝てる間に布団剥いじゃうのね、うん、だからミッフィーのミクからアイデンティティだった布団を私が奪って、うん、なんかこうやってなってる時あったよ。そんなかわいそうちっちゃくちっちゃくなってたってなってんだからミクごめんって思って布団を奪って戻した意外とそういうのあったよ。そうだね。その当時はもう奪い返すとかいうこともしなかったんだろうね。そうね寒い寒いなかわいそう布団そんなにちっちゃくなるしかない。懐かしいね。私が一番最初に一人暮らしした家よく来てたもんね。行ってましたね。3回ぐらい行った気がする。でご飯とかミクに出してたもんね。そう出してもらったし、うんそのベッドで一緒に寝たりとかしてましたね。でも当時私が
私の好物だし良かれと思ってミクに提供したご飯に対してミクに炊き出しかよって突っ込まれて一生忘れないからだってさ、なんかレンチンしたご飯とさ芋みたいなのが結構あって ふかした芋ね、ふかした芋芋と白米だけ出された、白米だけ出されてささすがになんか突っ込まざるを得なくて、え炊き出しって言われたの一生忘れないからあまりにもだって炊き出しだったから確かに、ふかした芋とシンプル白米、そうめちゃめちゃ、私の中ではこの芋をどうおかずにご飯を食べたらいいんだって思ってでもさ、この間さ、うん、なんか友達家の話なんだけどさ、うん、なんか茨城の実家で暮らしてる子がなんかお腹空いた、お母さんなんかご飯ないみたいな言ったら、あー今ちょっと白米しかないわ、あーちょっと待ってって言って白米をフライパンで焼いたものを置かずに白米出してきた。めちゃめちゃ笑った白米ってこうやってアレンジしたらおかずになるんだ、そうそう、焼いた白米を置かずに米出されたらしくて、めちゃめちゃ笑いながら写真を撮って、ソースとかねかけて味付けてね、創作料理白米を、めちゃめちゃ笑った、いいよね、おかんあるあるらしいよ、そうなんだ、いろんな白米の楽しみ方が、まあ、そのご家庭のあれがありますからね、懐かしいな、懐かしいな、振り返るとそういう感じですね、そう、やっぱいつの間にかね、なんか大人になるにつれて泊まるとかはなんかね、まあ、家に泊まるとかはしなくなったから、昨日よでも萌さんの家はさ、だって私でも誰かいるでしょいつ行ったって誰かしらお友達がさ泊まってるでしょ、初めましての萌さんのお友達と一緒に泊まれないのよ、お友達も大歓迎だから、いやそう、もうパリピしかいないからさ、陽キャしかいないからミクちゃんって言ってくるのね、みんなミクちゃん大好きだよ、想像できるんだけど私がもう気まずくてしょうがないのよ、だって会ったことないのに私の友達みんなミクのことミクって呼んでるからねちなみにミクでもなくミクちゃんでもなく、うん、ミクああミクみたいな感じだからね、もうね友達はの友達は友達みたいな、大体みんな友達だからね、本当にありがたい、入りやすいとは思うんだけど、さすがに泊まるのはちょっと気まずいな、えでもさ、なんかさ前になんかたまに私インスタで質問箱じゃないけどなんかあの会話しようみたいなのやるの、うんうん、でなんかそのファンの人がメッセージ送ってくれるメッセージってみんなには見えなくて私だけが見られるのね、でその中でバーって見てたらなんか、あミクのリアル友達です、いつもミクがお世話になっています、これからも萌さんよろしくお願いしますみたいな子いたよ、え嬉しい本物え、本物じゃない、いやでも多分本物だと思う、嬉しい、そうちょっと特定できなかったんだけど、ありがとう、はい、ちゃんとミクのリアル友達もそういうなんかこっちにもちゃんとなんかそのよろしくお願いしますみたいな感じで言ってくれて、そう、あ、よかったってか安心した、確かに、うん、私にも連絡ちょうだい萌さんじゃなくてさ、私にも連絡ちょうだい、お願い、だとしたらね、うん、だとしたらね、萌さんに連絡してるのもありがとうなんだけど、私に直接 LINE くれ、だとしたらね、同時にね、同時にね、萌さんにこんなこと送ったよみたいなね、なんかさ、なんかそれをきっかけにさ、ご飯行こうねとかさ、なんかそういうのくれ、共有してほしいな、共有してほしい、悲しい、このちょっと寂しい、ありがとうだけど、ね、その私のインスタに送ってくれた子が YouTube 見てたらちょっとミクに連絡してあげてもらっていいかな、もらっていい、ね、よろしくね、ありがとう、でもお願いします、でもありがとうね、はい、というわけで、まあ、ちょっと社内トークこんな感じでお送りしてきたんですけれども、やっぱ何本かね稼ぎたいから次に、さっき、ひらぴこのスタッフさんからちょっと困った時用に大喜利のお題もらったんで、それやりましょう。ではまた次回の動画で、バイバーイ。